中日ドラゴンズのネオ選手、今後の驚きの起用法が浮上してきているということで見ていきたいと思います。動画の前にぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。6年目の今シーズンですけれども、今シーズンもなかなか結果を残すことができませんでした。昨年から大きく育てるということで先発ピッチャーとして調整を行っているんですけれども、制球面の乱れがちょっと目立ちますね。一軍では今年トータル3試合の登板にとどまりまして、防御率も 9.39、 7.2 イニングで4四球7つ、1イニングに1個ぐらいフォアボールが出てしまっています。そして2軍では15試合の登板で防御率 2.70、 80イニング4四球34個という成績になっています。2軍でも好不調の波っていうのがすごく激しくて、いい時は0点で抑える一方、悪い時は2軍でも大量失点してしまうということがそんなに珍しくないという状況なんですね。それもあって今年は1軍で3試合のみの登板にとどまっています。現状1軍の先発投手陣がやっぱりベテランのピッチャー多くなっていたりだとか、故障で離脱する選手とか、不調の選手なんかもいて、1軍の先発陣になんとかこう入っていきたいところなんですけれども、そこでもちょっと力になることができていないという状況です。そして2軍の公式戦、今シーズン最後の登板になるだろうという登板でも大荒れということになってしまって、失点も増えてしまって、そこで井上2軍監督がもう6年目で答えを出さなければいけない時期、目を見張るものを出してくれないとアピールに乏しくなるということですね、厳しいコメントとなりました。ドラフト1位で入団して、地元の選手ですし、本当に話題性がある、スター選手という感じだったんですけれども、プロに入ってから6年間こう目立つ活躍ができていないということになりますと、本当にそろそろこう立場的にも厳しくなってきてしまうと、そんな状況になっています。そろそろなんとか1軍で結果を残したいというところではあるんですけれども、なかなかピッチャーとして結果が残らないということですね、野手再転向させた方がいいんじゃないかとか、そんな声がファンの方々からも上がったりするんですけれども、ここについて見ていきたいと思います。根尾選手の打者としてのポテンシャルです。2022年にシーズン途中でこうピッチャーに転向した根尾投手なんですけれども、2022年の打撃成績見ていきますと、2軍では2割4分6厘、ホームランが1本、出塁率3割3分8厘、 OPS が769という数字になっています。そして1軍では打率が2割、ホームランなし、出塁率2割8分9厘、 OPS が539という成績になっています。このシーズンが高卒4年目のシーズンになるんですけれども、2軍1軍ともに自己最高の成績が残っています。年々こう成績は少しずつ上がっていて、この投手に転向したこの4年目のシーズンが一応2軍1軍両方ともいい成績が残っているという形でした。ただですね、立浪監督としてはこの根尾投手、投げる方の才能の方があるんじゃないかということで、結構こう根尾投手に直談判して、そして交渉して、根尾選手に納得してもらってこうピッチャーに転向してもらったと、そんな背景があるようです。なぜこう打撃成績上がっていったにもかかわらずピッチャーに転向させたかっていうと、やっぱり内野の守備面、特にショートの守備なんかは、与田監督からはちょっと厳しいというようなこともありまして、外野にコンバートしたという背景があります。そして外野に関しては、やっぱりこう肩が強い選手、身体能力が高い選手なので、外野に関してはこううまく守ってくれる一方、外野を守るとなるとちょっと打力が厳しいという点がありまして、外野手としてこうレギュラーを取っていくっていうことになりますと、ミート力が相当高いか、ホームランが打てるか、もしくは盗塁ができるかとか、このあたりっていうのがやっぱり重要になってくるんですけれども、そのあたりのこう攻撃性の部分っていうところは、まだまだ足りない部分がありました。なので、内野でも外野でもこうなかなかレギュラーを取っていくっていうようなビジョンが見えなくて、ではもうこう投げる才能があるからピッチャーとしてやってみたらどうだというところで、立浪監督は投手能力にかけたということですね。なので正直こう野手に再転向させたからといって、現状中日こう打線も強化されてきましたし、スタメンも埋まってきていますので、そこでレギュラー取れるかっていうと、結構厳しい部分はあるんじゃないかなと思います。そんな根尾選手ではあるんですけれども、根尾選手最も適性がある起用法っていうのは何なのか、こちらを見ていきたいと思います。最も適性が高い形を考えていきますと、ピッチャー、野手、それぞれキャリアハイの成績を見ていきたいと思います。ピッチャーとしては2022年、25試合投げて防御率が 3.41、29イニングと、投手としてはリリーフで投げたシーズンっていうのが一番いい成績が残っています。野手としてもこのシーズンプレーしていて、49試合で打率が2割、出塁率2割8分9厘という成績ですね。この2022年シーズン途中にピッチャーに転向して、そしてすぐにこうリリーフとして起用されるようになって、そこでいきなりこう一定の結果が出たと、ここに一つ才能があるんじゃないかなっていうところは考えられますね。この年がピッチャーの成績の中でのキャリアハイとなっています。
平均球速を振り返ってみますと、この2022年平均球速 148.2 キロだったんですけれども、まあ、先発になった現在は2024年平均球速は 143.6 キロということで、5キロぐらい平均球速落ちているんですね。そして最高球速で見てみましても、2022年154キロ、まあ、自己最速を更新したんですけれども、今年は最速で146キロという数字になってしまっています。まあ、つまりリリーフで投げていた時の方が、まあ、明らかにこうスピード、球威っていうものもありましたし、ボールの回転っていうのも良かった。まあ、それが先発ピッチャーになったことによって、こうある程度長いイニングを計算して投げるからなのか、まあ、平均球速、最高球速ともに大きく落ちてしまっているんですね。まあ、ただやっぱり現代のプロ野球界平均球速上がってきていますから、まあ、いくら先発ピッチャーとはいえ、まあ、140キロ前半というのが平均球速になりますと、まあ、抜群のこうコントロールとかっていうところがないと、こうなかなか戦っていけないと、まあ、そういった状況ではありますので、まあ、リリーフで1イニングを全力で投げるっていう方が、まあ、現状としては適性が高い可能性があると、まあ、そういった風にも見えます。まあ、そんな根尾選手なんですけれども、根尾選手に驚きの起用法が浮上していると、こちらも見ていきたいと思います。ファンの方々からもこのハイパーユーティリティというような起用法っていうのもいいんじゃないかと、そんな声っていうのが結構上がっています。まあ、例えばですけれども、ピッチャーであればロングリリーフもできる、そして守備であれば基本的には外野は無難に守れて、緊急の時はまあショート含めて内野守れる、そして代打としては、まあ、代打の切り札的な存在っていうとちょっと難しいかもしれないですけれども、出塁能力は高い選手で、まあ、なんとかランナーを出したいっていうところでこう出塁してもらうとか、まあ、そういった使い方もできる。まあ、そしてダイソーに関しましても、こう盗塁をするとか、まあ、そういったタイプではないですけれども、単純なスピード自体はまあそんなに遅くないので、まあ、終盤に中距離長距離の打者がこう出塁した時にこうダイソーで出すことができて、そしてそのまま守備に入るとか、まあ、そういったこともできるわけですね。まあ、こういった形で、まあ、二刀流の選手、打者もこうピッチャーも経験した選手だからこそできる、まあ、こうしたこうハイパーユーティリティ的な起用法もありなんじゃないかっていう声が、まあ、結構ファンの方々から上がるようになりました。もちろん先発ピッチャーとして大きく育ってくれるっていうのが、まあ、現状の中日のこの先発投手陣を考えても、チーム状態を考えても、まあ、ベストな選択ではあると思います。まあ、ただですね、ここがもしちょっと先発厳しいなっていう風になった場合は、リリーフとしての適性の方が高い可能性がありますので、リリーフ再挑戦っていうのも、まあ、選択肢としてはまだ残されていると思います。まあ、その上で、まあ、器用さっていうところで見ますと、プロの中では極めて高いレベル、まあ、根尾選手の中でもこう一番高い能力っていうのがこの器用さなんじゃないかというところもありまして、最強の便利屋としてこうピッチャーもできる、守備も入れる、内外野どこでも守れる、そして、まあ、代打でも代走でもこう起用できるぞと、まあ、本当に最後の道にはなりますけれども、この最強の便利屋として生きる道っていうのもまだ残されています。なので根尾選手としては、本当にどんな形であれチームに貢献していくっていうことはこう選択肢いろいろあると思いますので、まあ、まずは先発ピッチャーとしてなんとか来シーズン結果を残してほしいなというふうに期待しています。現在このチャンネル登録者10万人目指して頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録グッドボタンいただけたら本当に嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。